そのね、土俵の柔らかさもあるっていう佐田の海のね、チャンスがどこに転がってるか分かりませんが、さあ結びの一番になります。ただいまの協議について説明をいたします。行司軍配は春馬富士を有利と見てあげましたが、協議をした結果、佐田の海の体が帰るのと春馬富士の体が飛ぶのが同時と見て取り直しといたします。さあ取り直しになりました。まあ、あの親方さんもね、リプレイ見てもらったら、まあ胴体かなって、まあ、つくのはもう佐田の海が早いですけど、体ないですからね、横綱もね。そうなったらね、横綱力すごい出ますよ。それでまた今みたいな相撲とか、佐田の海が勝ったら、多分今度はもう取りに行かずに、あの突き放しに行きますよ、多分、今度は、まあ、取り直しの横綱の強さってありますよね。これでね、佐田の海勝ったらもうすごい、本当すごい。でもほぼないね、もう横綱の力を出す。ああ、そうですか、ね、今何かあるかもしれないと言っていた。ここでやっぱり横綱が、要は立ち合い失敗してるわけじゃないですか。今度は立ち合い失敗しませんから、まともに当たりに行きますよ、多分。そこで佐田の海は何か変化できないですもんね。でもなんか期待しちゃうね。なんかありそうって期待しちゃうですね。ちょっと回り込む、ちょっとなんかね、ちょっとゆずれる。でもね、変化してもね、ついていくと思うんですよね。まあでも本当8場所優勝してませんからね、この春場所は。優勝から少し遠のいてますから、負けられないという気持ちも。さっきのね、相撲に現れてたんですけど、さあ次の立ち合いはどういう風に、まあ同じ立ち合いは、しないと思いますけどね、ついていくと思いますけどね、僕は。ついていくかな。まあ、ここも、もう少しまとまりました。ついていくと、右の胴は、あたり。ただね、佐田の海、突かせないのかもね、うまくなんかしてね。